同じようになれるはずだ。飛ばせんのように。エイキ、お前の本当の力を見せてみろ。なんだこの感じ、小僧。なんだありゃ。俺は小馬戦みたいに強くなりたい。仁義。なんだ、私はあんなの展開でも見たことねえぞ。なんだこりゃ。何のつもりだ。3つ目の理由。僕は最初から神器を最強にする力を選んでいた。こんな風にね。黒金状況で二つ星にランクアップだと。俺は強くなるんだ。これは二つ星の神器フード。ヒックフード。相手の神器も力と合体してでかくなってやがる。コウスケ、やはり奴もネオだ。面白いじゃねえか。素手で受け止めた。ランマ。拙者の鎖片びらを踏みとも絶やすか。だからね、どこまでも追いかけて絶対に命中するのさ。そして僕のレベル2は、刀が重い。触れてるものの重力を変える超能力。赤くなれば重くなるし、青くなれば軽くすることができるのさ。無生物を生物に変える力。つまり俺の神器は力と一体化した、いわば生きた神器なんだよ。生きた神器、かわいいです。
捕獲の神器、地面に張り巡らせたマス目のどこからでも出せるから絶対避けられねえ。アリバー神肌ぬー引っかかったな。さすがのお前もバリアのない首から上を狙われればどうしようもねえだろ。甘いぜ。こうすりゃいいのさ。そんなもん首にくなったらムチ打ちじゃ済まねえからな。歌いながらでも防げるぜ。ムチでムチ打ちにでもなってろ。ジャミハナワイカこのまま戦っても拉致はあかん。やはりあなたを通せる神器はただ一つ。大坪主神に魔王大坪主神に魔王神器魔王。魔王は使い手の思いを力に変える生物神器。その姿形は使い手の持つ強さの象徴。そしてその威力は使い手の思いの強さに比例する。あれが植木の魔王。どこか。